えっと、今,日今,今日のテーマが、えっと、持続可能性×まるっていうのをちょっと皆さんまあもう事前告知してあるのでかあのご存知かなとも思うんですけど、えっと、私平沢ひかりっていう人がちょっと担当してプレゼンさせてプレゼン。 何お話しさせていただきますっていう形で皆さんに考えてほしいのはなんか私たちそれぞれの分野って言ったらですけど分野とかバックグラウンド含めたあのものを含めて分野が抱える課題とその解決策はっていうことについてちょっと考えっていうテーマで考えていただいたりとかこうあの話してもらえたらいいなと思ってます。でえっと今日は 今日、まあ、私、さっきちょっとざっくりと自己紹介一応したんですけど、今日私が話すの、一応先にプロフィールだけお話ししておきます。私は、えの名前がひ、まあ、ひ平沢ひかりというのはあの言います。で、まあ、ハッシュタグとして、皆さんいろいろ選んでもらったかなと思うんですけど、私のハッシュタグとしては、まあ、デザイン系だったり、多分や連携だったり、オープンイノベーションみたいなところをちょっとあのタグとして選ばせてもらっています。で、飛び立ての14期で、さっきも言いましたように、えプロジェクト のプラットフォームのプロジェクトリーダーをさせてもらっていますで。留学先はイタリアのミラノ工科大学に留学してて、えっと先月帰国しました。ヨーロサミットのあとそのまま帰国しましたみたいな感じですね。で、留学テーマとしてはデザインと多分を連携させて、進化値を創造し、日本の産業界を盛り上げるみたいな感じでやっています。じゃあえっと まあ、こう自己紹介もそんな感じで、まあ、私あの専門一応ここにあるようにデザイン系という形なので、まあ、ちょっと今日はそういう感じの趣でやっていきデザイン系って言ったら大げさだけどあのどういうふうに考えてみたら面白いかなっていうていうかなんかこう,こういうふうなスタートというか始まり方で考えてみたらどうかなみたいなところを含めてお話しさせていただけたらいいなと思います。 じゃあまずまあ何度も言わなくてもいいんだけど持続可能性×〇〇っていうテーマで今日はお話しさせてもらうんですけどまあ持続可能性って言ったら SDGs とか環境系とか社会系さっきミュアケルさんが多分あの言ってくださったかなと思うんですけどそういうのがちょっと頭にこう最初にバッて思い浮かぶんじゃないかなと思っていて。 でなんかその,このバッと思い浮かぶと思うんですけど今回ちょっと一回それを忘れてほしくてっていうのはそのなんかその社会というか、まあ、環境地球っていってもちょっとどこかしら自分事じゃないんじゃないかなっていうのを、まあ、ちょっとこう意地悪な言い方をしたらあ,のあるんじゃないかなと思って今回はもっとこうじあのそれ皆さんそれぞれいろんな分野から集まっている特色のあるあのいろんな多種多様な色があるあの人たちが来てくださっているので。 ともうちょっとだろう自分のこう引き寄せたところの近いところで考えてみてもらったらいいかなと思うので一回このさっき言ったこの SDGs 云々のところは一全部忘れてくださいこの持続可能性っていう言葉に絶対ひもづいてくるんですけどねイメージとしては。<laughs> なんですけど一回忘れてもらってで、ね、というのももっと身近にあの潜む持続可能性を必要とするものは何だろうかっていうところを考えてもらいたくてさっきこう自分ごとじゃないんじゃないっていうふうにあの話したのはこのなんかこう自分からのこう距離縁があるとしたら SDGs とかのこう環境とか社会ってそれもちろんすごく大切なことだって思っ分かってるんですけどあのちょっと遠いというか。 ざっくりすぎて遠いとか,なんかこう壮大なテーマすぎて遠いとかまああと個人で取り組むにはちょっとどうしてもいいかとか、まあ、いろいろあると思うんですけどなんかそういうなんだろうまあ自分のテーマじゃないとかあると思うんですけどまあいろいろあると思うのでもっとこう自分の足元っていうか自分のこのホットゾーンじゃないですけどそこにあのフォーカスした持続可能性を必要とするものは何だろうもちろんここの青いゾーンのところもとっても大事なんだけどもっとあの 身近に潜む持続可能性っていうものを必要とするものっていうものをあのちょっと一回考えてもらえたら面白いかなってで、どんなのが出てくるかなっていうのは私が個人的にすごい楽しみにしてるのでいろいろお話聞けたらなと思います。でですねねちょっっと待ってください,、ね進まない でえっと、じゃあどういうふうに考えてみようかっていうことなんですけど前回のユーロサミットもうここに出てる,出てちゃ出てるんですけどこうユーロサミットでカンファをした時とかもどういうふうにな,なんだろう切り口じゃないけど、まあ、ここの切り口はちょっと違う意味で書いてるんですけど。あの そのテーマに対して話すって言ってもね、どっからスタートしようか、さて、みたいなところがあると思うので、今日はそこに関して、ちょっと持続可能性みたいなところ、まあ、今日のテーマを例にとってお話ししてみますっていう形で、今日はだから、持続可能性って何ぞや、みたいな、こう、ちょっと高尚なお話をさせていただくようなプレゼンではありませんっていう。<laughs> <laughs> もうお分かりいただけたと思うんですけどますでまず最初の1つ目として切り口を考えてみるのは変えを変えて考えてみるのはどうだろうっていう考えあのことなんですけどどういうことかっていうと、まあ、SDGs って忘れろって言ったのに何回言うねんって話なんですけど SDGs だったらこう社会のためにとか地球のためにとか環境のためにとか、まあ、ちょっとなんだろう,こうあの切り口が大きかったりとか角度がなんだろうあの 社会的だったり環境的というか、まあ、こういう感じのテーマとして切り口がこう一様に揃っているような形になると思うんですけどでもそうじゃなくて切り口を考えて変えてみたら持続可能性っていろんなところに住んでいるんじゃないかで例えばなんですけど、まあ、ここに書いてあるこの私たち越境 PJ 営のためにとかこう丸々分野研究のためにっていうじゃあどういうことってことなんですけど、まあ、今回持続可能性かける丸々のテーマが出てきた背景にもこれが実はありまして私たちの初期メンバー 運営の初金メインがバーが抜けた後もあのも運営がこうどんどんちゃんと自力でこう進んでいけるような組織形態要するに持続可能な組織形態とかあのフードだったりとかそういうものをいろいろ全部作っていかないといけないよねっていうことを私たちはずっと話していてあのユーロサミットを運営している時からずっとなのでこの越境 PJ 運営のためにはあのこのためにどんな持続可能性っていうかどういうことが必要なんだろうって考えてみるとか自分の私だったら想像性分野だったりとかデザイン 分野においての,の研究とかそのデザインするっていう時にの,あの,のためにどういう実力可能性が必要なのかとかどういうところに必要なのかっていうことを考えてみるとかしてみたらどうかなっていうふうにあのまあ一個の例としてあります。で次じゃあ次は2つ目なんですけど視点を変えてみる、まあ、主語を変えてみるまあ似たようなものって似たさっきの似たようなものなんですけどその主語が基本的に今まで社会全体がどうすべきとかどうなったらいいよ とかどうしたらいいよねとか世界がどうしたらいいよねとか政府がどうしたらいいよねとかこの主語がこうまあ個人ではないっていうのはまあ、S、なんか持続可能性っていうワードから発想するイメージとしてあるかなと思うんですけどあので、ね、それをちょっと視点を変えてみたらどうなるかっていうとまあもう皆さんあの想像がつくかなと思うんですけど。 <laughs> そうか私たちとい立て性がど,うがどうするかとか自分の分野がどうするべきかとかどうしたらいいかとかどうなったらいいかとかこ視,点視点をこうコロコロ変えて考えてみると違った景色が見えるよねって当たり前ですけどそれこそ「富岳三十六景がないけどこういろんなこう場所からいろんな同じものを見てみても全然違った見え方がするっていうことが起きると思うので同じこの「持続可能性」っていうテーマをこう視点を変えてちょっと一回考えて 考えてみてみもららったらどうかなどうなるんだろうっていうのがあったりとかじゃあ3つ目なんだろうっていう話なんですけど3つ目は規模を変えてみるっていうことでその今回例えば SDGs だったら世界中の子どもたちとか海の豊かさ陸の豊かさとかいろいろあると思うんですけどこういうふうにこうあの規模感がとっても大きい、まあ、自分から離れたさっきのゾーンでいう青いゾーンなので、まあ、規模が大きくなるのはこう、まあ、あるかなと思うんですけど規模が大きい いいっていうことは、まあ、要するにちょっとざっくりとしてるっていうことでもあるので今回次もう一回今度はその、えっと、規模を少し変えてみて例えばこう世界中の子どもたちじゃなくてそれをもっとそこまで大きい世界中とかじゃなくても越境 PJ の運営メンバーとか運営組織だったりとか自分のラボとかなんでさっきから私今気づいたんですけど越境 PJ と研究のネタしかの例示として出してないっていう今気づきました。<laughs> あれですけど、<laughs> あのそこに偏りが思考の偏りが見えるなと思いつついるんですけど、まあ、そういう感じで、えっと、もうちょっとスペシフィックなっていうか具体的な。 規模感で考えてみてもあの面白いんじゃないかなというふうに思います。まあ、でなんかもう分かると思うんですけどあの困ったら言葉遊びとから始めてもいいかもしれない。さっきの,あのこの3つ偉そうにちょっと話してるんですけど結局あのざっくりしたものを具体的にもっとこう虫眼鏡でこで寄ってみたりとかしてもいいんじゃないとか離れてみたら離れて見てるテーマだ結構持続可能性ってこう俯瞰してみてるようなワードだったりとかする。 イメージが大き多いんじゃないかなと思うのでもっともっと寄ってみて虫眼鏡で見るような感じで寄ってみてみたりとか言葉遊びから始めてみたらちょっと新しくなんかいろんなあそういえばみたいな気づきだったりとかハッとするような課題だったりとかが見つかるんじゃないかなというふうに思っていて皆さんのなんかいろんなそれこそ寄るポイントって絶対人それぞれ違うと思うんですよ。ズームしたりとかするポイントが違かったりとか言葉がお選びだったりとか絶対違うと思うのでそういうところ着目眼点 絶対違うはずなのでいろんな色が出てくるんじゃないかなと思って、ちょっと個人的に楽しみにしています。という形で、ちょっと長くなったのか、ちょっと同じいい感じだったのか分かんないですけど、感じで私の,あの発表というかあの、ちょっと偉そうなプレゼンは終わりにして。<laughs> で、まずじゃあ、ファーストセッションスタートということなんです。じゃあ、飛び立て自体。 うん、いや、それは間違いない。<laughs> 確かに。本当に。すよねあ僕らが考えることかはわからないですけど、少なくとも、なんかいい共通点ではあるから。うん,うん。確かに、共通項から出していくのはいいかも。うんうん、確かに、面白い、ね。うん、うん。じゃあ、いいですかはい。ちょっと逆になんか理系の皆さん 多分今日、多分理系の方しかいらっしゃらないと思うんですけど、自分以外が。はい。なんかそのトピックに行かなくていいのであればいくつかあって、よりちょっと具体的に入っていくんですけど、1つ目が、えっと、世代ごとの交流、世代を超えた交流みたいな、いうところで、うん、ちょっと詳細があたで話しますね。っていうのと、あと今日、今、自分とかは多分マイノリティーっちゃマイノリティーなんですけど、あの理系文系の越境みたいな。うん はい、っていうところとまあ飛び立てっていうのと同じかもしれないですけどこの飛び立てコミュニティの持続可能性みたいなところは今は結構考えててはいそうですね、まあ、あと僕はなんか、ね、はい皆さんの方から <laughs> なんか土木だったらその木材の持続可能性とかいろいろテーマあると思うんですけどなんかそういうのが出なければちょっと、うん、そうですね聞いてみたいなと思ってます ま,まずなんかこの丸々聞いて何が一番最初に浮かんだかの皆さんの第一印象というか最初に何がパッて出て聞きてました自分ですかじゃあはい、宮城県に。ああごめんなさい、すいません。はい。ちょっと自分はなんかそれこそこの前あの後でお話しできればと思うんですけど今、<laughs> あの、ポッドキャストを今作っててちょうど収録終わって1回目の,あの飛び立て性のライフストーリー聞こうっていう うん、うキャストちょうど始めようと思って10月から始めようと教えてください。はいはい、で、それで、まあ、今、挙げていただいた一つ目、二つ目っていうか、コミュニティン持っているので、まあ、そこで飛び立ってせいがそれこそ何を求めているのかっていうところは結構気になってるなっていう。<laughs> はいですね。<laughs> じゃあこれも一番大事なところがかそう。ちょっとあれなんで、指名制でいいですかなかなか出せないでいいですかじゃあすみません。知らないんです。ゆーたろうさん、お願いします。ぜひ。はい、ありがとうございます。はい。そうですね。持続可能性って話を聞いたときに、自分が思いついたところで言うと、少しテーマとしては。 大きいんですけど、まあ、コミュニティとか、まあ、プロジェクトとか、持続的なものにするってところは、うん、まあ結構難しいかなと思ってて、まあ、基本的にそういったなんだろうな、まあ、この越境プロジェクトもそうですし、あと、自分、あれですね、まあ、先ほど言われていた大、ポッドキャストのチャンネルとかも飛び立て生の人と一緒にやってたりするんですけど、 あれってまあ、ああいうのって100%ボランティアみたいな感じでやってると思うんですよね。なので、その自分たちのモチベーションが切れた時がまあ終了だと思うんですよ。<laughs> なので、そこら辺の、なんだろう、まあ、会社とは違うので、そこら辺のモチベーションをどう担保していくかっていうところが、まあその、と、あとはまあその全体の仕組みですね。そのメンバーをどう入れ替えていくかとか、そこら辺の仕組み作りと、あと、 そのモチベーションとか、そのやる意義の担保ってところが、まあ、そのコミュニティとかプロジェクト、あ、そうです、ダイアログラジオですね。そう。とまあ、持続可能性ってところに、まあ、キーポイントになってくるんじゃないかなってところを感じてるところですね。はい。ダイアログラジオもそうなんですよね。その、<laughs> うん。あ、ごめんなさい。どうぞ、話させてもらう。はい。 ポッドキャストは、そう、ダイアログラ u e っていう、そう、藤井優香さんとやってるやつなんですけど、まあ、その優香ちゃんも、まあ、社会人になったりとか、まあ、みんなし忙しくなったりとかして、うんうん、結構、活動はしぼみ気味になってしまうとところはあって、まあ、そこら辺の難しさっていうのはまあ感じていますう、ね、うん。うん。 んかさっきまで、えっと、プロジェクトとかあの世代交流だったりとか飛び立てコミュニティとかそっちのなんか運営っぽいような感じがあったけどモチベーションっていうキーワード面白いなと思いましたなんかモチベーションの維持っていうのは結構人単体でもあるし組織、うん、んかこうグループっていうか全体こうなんだろう集団のモチベーション人個人のモチベーションそれぞれあってその維持ってある確かに持続可能性だなと思ってが必要というか。うん なってくるよなと思って、確かにと思って今、なるほどって勝手になってました。えっと、まあ僕、一番初めに持続可能性ってなったときにはあの、僕の分野的にあんまり研究トピックとかに関しては持続可能性ほとんど関係ない分野になっていているので、省、まあ、エネとかっていう観点ではまあ合意につなげれば持続可能性とかにはなるかもしれないんですけど、もうちょっと広い意味で取ったときには、あんまりこう そういった分野とは関係ないなというふうなのを感じながら思っていて、で、まあ、あの先ほどお話ししていた、その飛び立ての持続可能性とか持続性とかの話についても、なんか、あの、仕組みとしては結局、こう、これからも続けていくみたいな方向性にはなってると思うんですけど、なんか僕たちのところで見えてるところで言ったときには、そのコミュニティ自体のなんかカスカス、かすかすか。 活動的なコミュニティのそれが持続できるかみたいな部分になるのかなと思っててで特に先ほどゆうた太郎さんがおっしゃっていたこうモチベーションをどう維持するかっていうところとかも結構ネックだなとか思いながらもなんかコミュニティとして何か続,け続くっていう意味であればその誰かがやりたいと思った時にこうずっと同じ人がやり続けるのは多分できないのでその人の入れ替わりとかこう ある人がここまでやって続きは違う人がやりますみたいなところがこう,うまいことこうあの切り替わっていけるようなところができればその続いていくので例えば先ほどの,あのダイアログレディオでしたっけこのラジオに関してもそのある人が忙しくなってリタイアしちゃったらじゃあ別な人がもし興味あれば同じようなプラットフォームでそのまま続けていければこう 持続可能性になっていけるだろうし、なんかそこでこう元々あったものと、その人が変わったことで起きる変化に対して、これがあの元々の,あのものじゃないよねっていうふうになるのか、新しく切り替わって、変わることも含めて、こう、プラットフォームなんだろうっていうふな扱いで進めていくのかとかは、ちょっとこうあの考え方の差がいるのかなと思うんですけど、単純にこう、続いていくって言って、 たにはこう世代交代とか、中の人が入れ替わったときも続けていけるようなものを考えるっていうのが大事なのかなっていうのは、話を聞いてて思いました。はい、いや、確かにと思って、なんか伝統と、なんでしたっけ、進化、伝統を引き継ぐ、でんなんかよくあるじゃないですか、でんなんだっけあ、思い出せないわ。<laughs> だけどなんか今のの変化を受け入れるのか

持続可能性にその持続っていう言葉ってとにかくこう受け継いで受け継いでそれをどん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 ずっと続けていくことっていう感じがするけど進化も含めての持続なのか含めない持続なのかとかいろいろ含めて考えるとんだろう持続可能性×進化とかなんかそういうなんか挑戦とかそういうんだろう変わっていくことのワードって逆にどういう組み合わせどういう課題になっていくんだろうとか思いました。 まるを先に当てはめた後のなんの理由づけになっちゃうからよくないかもしれない。よくないとか悪いとかないと思うので全然いいと思うんですけど、<laughs> なんかそういうのもあるかもしれないですね。うん、確かに伝統芸能、<の>伝統文化から学べることはありそう、確かに。ちゃんとした不音者になっている。<laughs> いつも私はふざけ倒してるだけだから。<laughs> まあ確かにこれが新しいものもこうやって続いてるものからきっとなんか学べるじゃないけど。うん。ありそう。伝統芸能。伝統ちょっとなんか本題からそれるのかもしれないですけど。うん、ちょっといいですか思ったこと。なんか今話してるのが、なんかコミュニティだったり、その、 なんか自分からしたら結構生物のイメージで人と人が関わってそこの間に生まれるみたいな。で、自分の分野だと、なんか例えばコンクリートとかは、あの、感情を持ってないし、なんかそういう、なんていうんだろう、無機物っていうかハードなものから学ぶことも多いんじゃないかなってはちょっと思いました。で、まあ、すごいなんか抽象的なことしか話せないんですけど、 えっと、まあ、自分がやってる研究が、土の中で植物の根っこを育てるんですけど、根っこは生きてて、すごい複雑なんですけど、土って、まあ、土ももちろん複雑なんですけど、やっぱその根っこによって動かされるとか、その受動的な動作が多いんで、なんかその理系、 理系っていうか自分の立場からすると、うんなん、ていうかな。まあそういうのも参考になるのかなと思ったり、あとはその構造物の耐久年数とかはまた違う考え方なのかなと思ったり、そこで例えば人ではうまくいかなかったことが、家の、家を持続可能にする手段からは何か学ぶことがあったり、 で家をちょっとスケールを大きくすると、街自体の持続可能性になると、その構造物とか家も大事だし、そこに住む人も大事だから、もっと複合的な問題になったり、なんかそういうのは、なんか面白いのかなって、自分もまだまとまってないですけど、思ってましたいや、めっちゃ面白いと思います。<laughs> めっちゃ面白いと思います。<laughs> 私今一生懸命なんか今耐久あの <laughs> いやいや,やめとこうなんではないです <laughs> いやなんかそこ面白いなと思って、うん、今確かに言われてみたら生もの感生ものっていうのあってでも無機物から学ぶっていう考え方が面白いなと思ってんかんだろう今全然違うことかもしれないけどそのさっきの,その構造物の話のところで思ったのは、うん、そのさっき ごごめめんんなさいい今ずっととやごめん先に言っとこう私ずっと構造の耐久性の感じを書こうと思ってそこが思い出せなくてそっちに引っ張られてたんで <laughs> <laughs> んごめんなさいちょっとここがあるのでもうすでに言ったよみたいなとこあったら突っ込んでほしいんですけどすみません私今ずっと耐久性がですけどあのえっとありちゃんありがとう <laughs> えっとそうなんかの中の構造物のところでそう何を落としたのか忘れ始めてるぞやばいぞこれはあれだけどそのなんかその 中の人となんかその,その側中となんかよく対比で話すんですけどデザインだったら中と外とかなんだろうあの,あの内側と外側ってことですよねなんかそっちがなんかそのなんだろう、うん、対比でいろいろ考えてみても面白いなっていうのを全然無機物から学ぶっていうことじゃないんですけど思ったりとか考え方のこういうの面白いかもっていうことをちゃんと考えて。 そうですね自分もなんかなんとなく面白いのかなと思って、ちょっと口に出してみただけなんで、まあそこから新しい発想が何かあればいいかなっていうくらいです。すみません、ちょっとそれ言ったかもしれません。いえいえいえ、全然めっちゃよい。めっちゃ書けない。むずっ、漢字むずっ。ー <laughs> りちゃんが漢字を書くことに専念するかもしれない。<ー> <laughs> そうですね確かにんあとはもう一個や,やってるっていうかもう一個の観点が自分の研究自体がその植物の根っこから学んで、えっと、ソフトロボットだったり新しい構造基礎構造物の提案だったりにつなげるようなすごい基礎研究なんですけどなんかその自然を模倣する考え方って多分結構どこにでもあって。 なんか違うものから学ぶっていうのは、まあそのありきたりな言葉ですけど、面白いかなって思いました。それこそ自分も、そのコミュニティのなんかうまくいったコツみたいなのから、その構造物とか逆にハードのものに持ってこれることもあるんだろうなって思いながら、まあちょっと曖昧なあれですけど、思います。いやいやいや。 違うものから学ぶで今思ったのはなんかこう私最近なんかちょっと自分でショックだったのがなんかこうどんどん考えすぎていくといや当たり前なんですけど、うん、こ,うこうどんどんなっちゃうじゃないですかこれ宣伝してしまった。はい 一個の分野というか、それしかないってなぜか思い込んでて、他の選択肢が消えていくで、なんか私、専門デザインですって言ってるのに、それがこう、なんか私も、なんかすごい今、なんかひどくなっ、なんかここ1年で、なんかすごいひどくなったなと思ってて、前はもうちょっと俯瞰してみたりとか、こう、なんだろう、こう、ズームしてみたあとにもう一回ガーッて引いてみるっていうのを交互でこうやってたような気がするんですけど、なんかそれで、なんかこう、代替案っていうのが出にくくなったりとかしていって、なんかそれをちょっともうちょっと、なんだろう、違う。 かから学んだりとかもう一回こう枠を広げて考えてみたりとか枠をこうなんだろうフレームを一回リセットするというかそういうことがなんかこう持続的にそれこそなんか無理やりくっつけたっていうよりは本当になんか持続的にできるようにどうやったらなっていくかなっていうのを思って。 ずっと。なんかそのどんどん考えて一生懸命になればなるほどとか集中すればするほどどんどんなっていくでなんかどん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 陥ってしまうから違うものから学ぶっていうことがどんどんしづらくなっていく。学ぶとか違うものを取り入れるとかそれこそんかお年寄りが新しいスマートフォンだったりとか新しいものを取り入れるのがどんどん難しくなってくる年齢的なものもあるかもしれないけど私精神的なものもかなりあると思っていてんかそういうのとかもあるなと思っていて。 その学ぶ姿勢だったりとか、なんだろう、そのうん、し視野のこう強弱のつけ方をこうどうやって持続的にさし,していくかみたいなのも1個あるなってちょっと勝手に思っちゃいました。<ー>虫の目、鳥の目、うん、魚の目。<laughs> なるほど。確かになんか研究とかでも実験結果が出たときに。 どうしてもそのバイアスがかかるっていうか自分の仮説を持ってるからその数字とかでちゃんと出てきたにもかかわらずそこに何か意味付けをそのはやとちりっていうかやってしまってでそれは違うんじゃないってなることも結構自分もあるんで確かに一生懸命になって幸せ狭くなるのはすごいわかります。ですよね、うん、なんかこう 人間絶対思想とか思考っていうのは偏りがないなんてことはありえないというか、まあ、思考してる時点で偏ってると思ってると思うんですけど、うん、その偏りをいかに自覚し続けるかっていうの難しいですよね。そうですね難しいです。すいませんなんか自分ばっか話してるから <laughs> 他の人の意見も。ぜひぜひど,どうですか それこそ私の推しの安藤さんは、なぜ枕言葉がつくんだって皆さん思ってるんじゃないかなと思いながら。<laughs> あの安藤さん、いかがですか無茶振りする時の。<laughs> なんですかね、この自然の模倣みたいな話になってきた時に、僕、あんまり自然に対してこうよく分かってはないんですけど、例えばこう、何ですか、生き物の中だったらとかすると、こう、代謝して出てきた、こう、 老廃物みたいなものを出すみたいな部分で、こうそれでそのもの自体を長く動かすみたいな話だったりとか、なんかこう、あまり動かなくなってくる部分をどうやってもリプレイスするっていうことがこう大事になってくるのかなっていうのは思っていて、まあ、さっきちょろっとあのチャットにも書いたんですけど、まあ、よく建物の話だとすると、なんか茅葺き穴だったら茅の部分を外すとか、ひわだ葺きだったらその部分をあのリプレイスすることでやったりとかっていう部分で、こう、 ものとしてはこうあの、ちゃんと形を保ったまま新しくなるみたいな話ですし、なんかそういったことを守るっていう話をつなげていたときには、なんかちょっと書いてあるんですが、式年戦宮みたいにこう数年単位で建て替えるってことを繰り返していくことで、こうノウハウをこう途切らせずにあの、ずっと続けていくようにことができるみたいな話はなってくるのかなっていうのは感じていてて。 でただ、あのまあ、よくあの話に上がるかどうかわからないんですけど、よくこうあの雑談する時とかに話になるのは、こう,うなぎ屋さんに行ったときに、うなぎのかば焼きの店に行った時とかに話したりする時あるんですけど、比例のタレが初代にあった時とそして、こう毎年とか毎日毎日、出来足していくんですけど、初代のタレっていうのは、今のタレにどれだけ残ってんのみたいな話になると、まあ、数学的には残ってないだろうっていう話にはなるんですけれど、 まあそういった時に、じゃあ、その100年続いてるうなぎ屋さんのタレは100年継ぎ足しだけど、中に入ってるタレはきっとほとんど今年に作ったタレしか残ってないよねみたいな、そういう話にはなってくるんですけど、ただそれはこう、店としてこう違うものであり、それをずっと守り続けているものでもあるので、なんか、それはある種持続可能性ではあるし、なんかこう、実質的なものとしての、こう、なんか見た目上は変わってないけど、 あの中身は変わり続けてるってことがある種こう持続可能性になってるのかなみたいなのはなんかすごいですねうんめっちゃ面白いめっちゃ面白いですうなぎいやこれはよく食べるわけじゃなくてあれですねこの間日本に一時帰国した時になんか高校の先生とあの高校の数学の先生とうなぎ屋さんに行ってそ,のそういった時に雑談をしてたっていうだけでフフフフん 最高に面白い雑談。<laughs> <れ>いや持続可能性がでるうなぎのタレだよね、これ。<laughs> うん、もうそれ1個決まりじゃないみたいな。1個もうね、ちょっと絶対ちょっと面白すぎた。なるほど、持続可能性っていうテーマからうなぎのタレが出てくるとは絶対誰も思わん <laughs> 確かにめっちゃ面白いですね。<laughs> めっちゃ面白かった、今。なんかしかも、このうなぎのタレっていうのが、なんだろう、伝統とかいろんなものをこう象徴したものとして、ワードとして成り立ってるのがすごいなと思って今、個人的にちょっとこれ一個あこう、やっぱいいな、これは。面白い。<laughs> なるほどって感じ。確か,確かに。考えたことなかったな。ね、継ぎ足されたうなぎのタレの魅力って何ですかね。確かに。 なまあ別にその場で作ればいい話だけどでさっきのあのさんの話を使うとなんかそれでこう物理的にこう味が増すのであれば確かに説明つくと思うんですけど今の安藤説で言うといや実際今年に作った分しかほぼないよねって話であればその継ぎ足すことの意味自体ってまあ多分まあ物理的にって言うんですかその味覚的な意味がないはず。 だけど多分私たち、我々って多分その継ぎ足し100年目とかだったら多分惹かれちゃうじゃないですか。うわ、なんかすごって。なんかその魅力ってどこにあんのかなっていう。とかわかんないですけど、なんか100年の伝統芸能となんか3年目の伝統芸能って聞いたら、なんか旅行先で <laughs> なんか3年間続いてますとか言われても別に多分そんなになんかピンとこないけど、100年続いてたらなんかよくわかんなくてもとりあえず多分行っちゃうと思うす観光地とかに。うん。なんかそこら辺の差って何なのかな。 確か,になんか私がばッと思ったのはあの何精神的なものもあるんじゃないかなって思ったりとかして要するにその確かに私冷静に考えたら今安藤さんに言われてそうだよねって思ったけど今まで考えたことないから、まあ、思い込みの部分とあとはこう なんかその100年ずっとなんだろその継ぎ足しているっていう行為に対するリスペクトじゃないですけどとにかくそれを100年続けたっていうことってすごくないっていうなんかそういう何だろう,こうとても1人じゃ自分だったらできないのではみたいな思うこの感じがそれに対するなんか魅力としてもあるのかなって思ったりしました。なんか100年間継ぎ足し続けるって 私は無理だし、なんかまあ一人じゃ当たり前だけどできないじゃないですか。うん、なんかそれをこう継ぎ足すっていう行為を守り続けてるっていうのが、うん、なんか漠然とすごいみたいなのもありそうだなと思ったりしました。うんうん、なるほど。いやなんか最近で言うと、スペインのバルセロナに、あの桜田ファミリア、ようやく見に行ったんですけど、なんかあれとかも別にガウディはもうと,と,とっくのとになくなってたけど、 今も建築が続いてて、まあ、皆さんの寄付とかにもと、もと、まあ、寄付を元手に、もう100年ちょっとか、100数十年ぐらい建築続いてるみたいで、なんかあれも同じような感じだなと思って。なんかその、まあ、今、ピピちゃんがおっしゃってくれたことで言うと、やっぱその引き継ぐのなんかこう伝承するっていうか、なんかその伝承先がいるのってなんかなんでなんだろうと思って、あるこう、 別にいや自分で新しいタレ作るから別にいいですっていうこともできる中で、いやこのタレを守ら,守らなければいけない。いつか安藤さんの口の、ま、と口元まで届けなければいけないって、オーナーが思ってたっていう。なんでなんだろう <laughs> <laughs> あ。なんかちょっと思ったのが、もうすごいあえての,の反対意見なんですけど、えっと なんかこれ日本人としての今日本人同士で話してて、うん、なんかそのバイアスって必ずしも残ってるんじゃないかなって思っててでなんでそう言うかっていうとあのすごい僕、まあ、などっかで聞いたのが日本人はすごいストーリーを大事にするみたいなニュースとかも、うん、そのストーリー形式で、うん、どんな生い立ちをだ,だった人がどうなったっていうのがあるから、まあ、今その 今の話すごい面白いんですけどなんかもし違う国の人が考えたらどうなるんだろうっていうのが、まあ、ちょっと本題とはそれるけど思いました、うんうん、確かに確かにそこのそれこそさっきのあれ自分のやつ引っ張ってくんのよって話なんですけどさっきの視点を変えてみたらあの誰が 考えたらとか誰が見たらっていう視点を考えてみたらそこは面白いかもしれないですねめちゃくちゃ確かに動詞最後に来る言語だよね結論まで全部話すぜひ一応作ったんで <laughs> 活用してもらって ちなみに言うと、あの結構いい感じ、なんかすごい、なんかも私個人的に楽しんじゃったらあるんですけど、あと3分ぐらいで一応30分経つかなって感じですね。うんうん、なんですけど、まだこれ話しりないぞ、ここ話してないよって言ってみます。次ちょっと22とかで分けてみようかなと思っているので、あそっか、あれか、でも。ブレカート探してるんだけどね、なんか反映されないらしくて、やってたら私が落ちちゃったっていう。 <あ>ら <laughs> そ,うそしたら、もしあのブレイクアウトルームが間に合えば、まあ、できそうだったらあれだけど、まあ、もうこのままの人数でもいいかもね、面白いかも。いや2つ作ってもいいしね、それでなんかうなぎ理論となんざら理論うん。できそう。やってみようか、そしたら。うん、いいんじゃない、うん、そうしようか。そしたらなんか、手を切れ目じゃないけど。 あの休憩欲しい人います。例えばお手洗い行きたいとかあるかなと思うので、3分ぐらい、3分じゃ短いかな。5分ぐらい1回休憩入れるリちゃんどうしても,も。そのまんま行け,<第>けますよっていう人います。そのまんま行けるぜって皆さん。僕はそのままでも大丈夫です。<laughs> OK です。はい、どうですかあ大丈夫ですか大丈夫そう。じゃ <laughs> 休憩なしで行きましょう、せっかくなんで、このまま盛り上がったまま行っちゃおうか。そしたらじゃあ,、うんそあの、えっと、Google スライドって共有れてたっけあるで、あれだ。共有、うん、されてるけど、もうか。うん。えっと、リンクと共有するこれかなあ,ありがとう。感激をしく 今、えっと、一応、じゃあ今から最後何やるかっていうと、2、うん、二つ目のやつなんですけど、なんかこういう Google スライドに今リンク送ったので、そのリンクから入ってもらうと、こういうあのスライド編集できると思うので、編集してもらうんですけど、最後、このみんなそれぞれこういろんな立場から見たやつがあったので、これ1人1枚作ってみても面白いのかなてもうんいいかもね。コ、うんね、ピペして、こスライドコピーして1人1枚作ってもいいかも話しながら、 これにしますとか,でなんか一応一番上のところのこの空欄のところが丸○っていうのが○○が何が入るかっていうことなんですけどで2番目のやつがまあ解決策とか、まあ、今回なんかあれですよね解決策っていうか,なん,かまあなんだろうそこに紐づく解決策じゃないやつも意外とあったよね。 なんか、それに対して、こう,こういう、ようやくでもいいな、どっちか、解決策、課題感があるようなまるだったら、この2番目ののは課題感とかで、うん、一番下のところが、なんか、なぜそれを選んだかじゃないけど、逆に今まで出てきたトピックから、自分が新しく考えたやつとかでもいいので、そういうのやってもらってもいいかもしれません。なんか、iPad の充電がなくなりかけてるらしい。<laughs> あれだけど、えっと、なんかそういう感じで、えっと、使,使ってもらって、一番下のところに、一応なんか、その、 なんでそれがいいと思ったのかとか、まあ、何でもいいんですとか、それに立った経緯だったりとか、なんかそれ面白いと考えた理由とか、まあ、なんか何かしらこうちょっとそれぞれの視点で入れてもらえたらいいなと思います。感じかなで、なんかわからないことあります。そしたら次また30分ぐらいとって、今から時 20, 20分とか25分ぐらい。うん25分 までちょっとやろうかなセカンドセッションこのままぶつづけていこうかなと思うんですけどあのもちろん話しながらどんどんこういうのもありますよねっていうのを話しながら深めてい,くいきましょう。あのスライド <laughs>